大体1分でわかる今日のエンタメ。俳優の石橋ほのかさんが6月20日にインスタグラムを更新。父でお笑いコンビトンネルズの石橋貴明さんと撮影した幼少期のツーショットを公開し、パパも嬉しいと思います、最高の親父さんですねと話題になっています。ほのかさんが公開したのはプールで撮影された一枚。幼い娘を貴明さんが抱っこしてキスする微笑ましいショットとなっています。写真を通じてハピハピファーザーズデイと日頃の感謝を伝えたほのかさん。石橋貴明さんの当時を知るファンからは、ラジオでよくほの吉って言われてましたね、パパめちゃくちゃ忙しそうな頃にこんな風にプールとか連れて行ってくれたんですね、泣いちゃうよこんな写真載せられたらと懐かしむ声が寄せられています。